時間になったんで始めたいと思います。今日はですね、戦後70年を聞く語るというですね、一連の企画シリーズの中で、小栗耕平監督に来ていただきまして、小栗さんが近くご発表になるですね、藤田というですね、藤田嗣治を描いた映画をですね、材料に、藤田の生き様とかですね、あの時代を通じて戦後70年とは何だったのかということをですね、に近づけて話をしてみたいと思います。まずはとりあえずですね、あのその映画をですね、プロモーション版を2分ですが皆さんに見ていただいて、その後に話を続けたいと思います。ではお願いいたします。Toi que c'est moi qui t'ai montré comment ça embrasse une Française. Tout le monde m'appelle Foufou. Comme ça, on se souvient de moi. C'est important qu'on se souvienne de toi. Très important, oui. Je suis un étranger ici. ける人、絵が人の心を動かすものだということを私は初めて目の当たりにしました。以上見ていただきましたけども、まあ、これだけではですね、ほとんど全体像わからない、むしろ謎が深まったような印象を持てると思うんですけども、今日はあの事前にですね、見てきて、来ていらっしゃった方もおられると思うし、見ておられない方もおられると思います。実は私もですね、いろいろチャンスがありながらそれを見ることができずに今日司会をさせていただいているもので非常に申し訳ないんですけども、まあ、それを前提にですね、今日は小栗さんにですね、映画の中身も含めてのお話いただきたいと思うんですね。で、まあ、小栗さんについてちょっと簡単にご紹介申し上げますと、これは小栗さんが書かれているエッセイ集「映画を見る目」の一番最後のところにですね、小栗さんの略歴があります。これが一番私はコンパクトで小栗さんという方を表していると思いますので、これをちょっと読ませてもらいますね。1945年
群馬県前橋市生まれ、今月末にですね70歳になられるそうです。戦後70年と同じ全く同じ、その足取りで人生をこれまで生きてこられたということですね。早稲田の二分演劇専修卒、演劇専修を卒業をですね、フリーの助監督になり、浦山桐郎監督の青春の門、篠田正弘監督の心中天の網島などに参加。第1回監督作品はですね、泥の川であります。あまりに有名な泥の川。これは1981年、最初は自主上映ということで行われてるんですが、やがて全国公開になりまして、記念順のですねベストワンに輝くということになりました。以後はですね84年に火薬のために、90年に死の棘、島尾敏夫さんの原作ですね、それから96年に眠る男、これは眠る男っていうのは非常に また珍しいと言いますか、作り方の変わった映画でございまして、群馬県がお金を出し、しかも、登山事故で、意識を失った人がですね、主人公だというですね、これまでにない画風として注目されました。そして、埋もれ木ですね、埋もれ木を2005年に発表され、そして10年ぶりに今回の藤田ということになります。で、私はですねちょっと自己紹介しますと、ここの企画にやらせてもらってるんですけどね、基本的には政治担当でやってきましてですね、実は今日こういうね映画とか芸術的な話をするにはふさわしくない人間でありますが、ただ一つですね、小栗さんのこのいろんなインタビューとかそういうのをね見せていただいている中で、小栗さんが最初にその映画に目覚めたといいますかね、映画の素晴らしさを知った作品がですね、ハイトダイヤモンドというね、アンディ・ワイダーの作品であるということを知りまして、そこはもう私としてもですね、非常に親近感を持たせていただいてですね、それぜひということでお願いして、今日の団体に至っております。で、専門家の方々、いろんな方がいる中でですね、多分拙い対談相手になると思うんですが、あとは皆さんがいろいろ質問していただいて、補足していただくということで、進行よろしくお願いいたします。では小栗さん早速いいですか。はい、2分間だけじゃとてもわからない内容でございますね。そうですね、いわゆる劇場予告編ですので、本編は2時間、うん、2時間6分あります。その2時間の1時間1時間をですね、本当にこうなたで真っ二つに割ったようにですね、何の説明も加えずに1920年代のパリと、43年から敗戦までの戦時の日本を、平地する、並べ置くというふうな映画の作り方になっていて、いわゆる電気映画のスタイルは全く取っておりません。それでやっぱそのこれ一番大きな質問で最初から聞いてしまいますけどね、はい、今なぜ戦後70年を意識されているかどうか別にしてですね、藤田なのかと、なぜ藤田を題材に選んだのかというところからもお聞きしたいんですけど、もともとは持ち込まれた企画だったんですね。藤田は、多分ですが、戦争協力画を描いたことによって、問われた戦争責任というふうな、そんないきさつの中から、日本を49年に出て、アメリカに滞在してフランスに戻ってですね、以後一度も日本に戻らずに、フランス国籍を取得し、カソリックを受選してですね、亡くなった人ですね、はい、で、フランスに戻って以降、戦争協力側の問題、戦争責任の問題が一番大きかっただろうと類推はするんですけれど、著作権の管理に非常にうるさい人だったようですね。新聞社が大きな、美術展を企画してもですね、ドタキャンするというようなこともかつてあったようでですね、
まあ、藤田が亡くなった後、未亡人の君代さんがさらに一層厳しくですね、著作権の管理をされていて、まあ、映画人の方からするとエピソードの多い、にぎやかなというかですね、矛盾の多い人でしたから、映画のこう素材としては多分こう興味を惹かれる人物像だったんだろうと思うんですね、で、これは後で聞いたことですけど、まあ、いろいろなプロデューサーが君代さんのところに行ってですね、映画にしたいというふうなことをこう申し入れていたようですけれど、うんと言わなかったと。で、ある人が あまりそこのこういきさつは詳しくは申し上げられないんですけど、ある人が、君代さんが亡くなる2年か3年ぐらい前でしょうかね、映画にしてよろしいというですね、A4 1枚のこう合意書というのを取ってですね、それをもとに企画を動かしていたんですけど、うまくいかずにですね、3年ほどして、私のところに来て、どうでしょうかという持ちから消えられたわけですね。でその時はもうすでに君代さん亡くなっていましたので、まあ、僕は本当に通り一遍の藤田像しか当時は持ち合わせていなくてですね、ラフを書いて戦争協力が書いて、日本を去ってというですね、まあ、流布しているこううるさいエピソードに近い藤田像が最初にあったわけですね。で、まあ、話をこうもらった時に、まずはあの戦争協力側は映画で使えるかという質問をしたわけですね。あの、まあ、君代さんがこう生きてらっしゃった時にはそこはちょっとデリケートで、最初のその合意書には映画で使われる絵画は事前に消毒を売るという一文が入っていたので、これはまあ多分戦争側のことを指していたんだと思うんですけれど、まあ、それが本になっていて、大丈夫だと思いますというようなところから始まったんですね。で、まあ、公開が戦後70年というふうな年にですね、期せずしてなったわけで、特にその戦後70年に合わせてこの企画を立てたというふうなことではなくてですね、まあ巡り巡ってこういうことになったと。ただ振り返ってみると、まあ1945年生まれの自分が泥の川で監督デビューしてですね、35年経ってもう一回その戦争を含むまあ近代とは何かというふうなですね、問いをこう映画でこうできることになったということでしょうかね。で、まあ、そのまさに藤田をついて近代を描くというのがね、まあ、あのモチーフだと思うんですけどもね、その実際にその描いた時代がですね、はい、まあ、2つ半々とパリと日本でありましてですね、ある一定のその時間帯に切ってですね、そこをお使いになったということですよね。フランスはフランスで、そうですね、その選択はどういう、1923年4年をフランスの方のパートの時代設定にしてるんですね。藤田は単身で、パリに渡って第一次大戦を向こうで経験してですね、まあ、外国人部隊には入れずに包帯を巻く練習を赤十字でしてたというふうなエピソードが残っていますけれど、で、第一大戦が終了して、まあ、言ってみればその解放感ですね、解放感から、エコールドパリと言われた、まあ、一種絵画バブリーが起きたわけですね。モンパルナスを中心にして本当に狂乱のパリと言われた、その時代に藤田は注目を集めて、ラフ像を描いたわけですね。あのよく知られているように、乳白色の白ラフ像ですね。でこれが売れた時の藤田がまずパリ時代の時代設定でですね、まあ、絵を見てもらえばもう一目瞭然なんですが、ヨーロッパ絵画のこう伝統の中で、とてもこう日本的なですね、手法を使ってラフ像を描いた。これは
パリのこう美術館なんかで他の同時代のこう絵描きの絵とこう比べてみると本当によくわかるんですが、全く別な絵ですね、浮世絵とは言えませんけれど、日本画的な、平面ですね、色をこう平面としておいて、細い線をこう描くというふうなですね、いわゆるこうヨーロッパが目指した奥行きとかですね、そういうものとは全く無縁な、そういう意味でも大変日本画的だろうと思うんですけどね。それを、パリで発表して、19世紀末の、ジャポニズムというふうなものも多分下地にはあったんでしょうが、やっぱ爆発的な人気を得てですね、僕らは想像する以上にとんでもない売れ方をしたんですね。で、その時の、藤田の絵ですね、先ほど申し上げた日本画的な絵とですね、それから、日本の方は、1943年から敗戦までなんですけれど、ちょっと詳しい年代今覚えていませんけど、三十何年でしょうかね、一回日本に戻ってきて、中国大陸とかインドシナとかですね、そういうところを従軍して絵は描いてるんですね。でも、多分類推するとですね、こんな絵を描いてたんじゃダメかなと言ってですね、パリへ逃げちゃったんですね。でその逃げたことを日本の画壇は、あいつはまたパリに行って箔をつけて帰ってくるというふうな、悪口を言っていたようですけれど、実際には、描きたくなかったんだと思うんですね、最初はですね。で、パリに戻ったところ、ドイツ軍の手によって、パリが陥落するっていう、本当にもう寸前までそこに留まってですね、日本に戻る最後から2番目の船かなんかで戻って、それ以降は、戦争協力がこう一心に書いていったわけですね。でその書いていたのは、厚党の玉砕以降、サイパンまでですね、大変厳しい絵をこう描いていたわけですけど、それはパリで売れていたラフ像が日本画的であったのと全く逆にですね、大東亜の理想が叫ばれていた戦時の日本の中で、最も歴史的西洋絵画のですね、典型的な、歴史画の手法、ドラクロワとかですね、大変こう奥行きのあるドラマチックな絵をですね、厚戸以降藤田は描いたわけですね。で、こういうその、ねじれというか矛盾というか、もう大きく考えれば文化の衝突が藤田の中であったはずでですね、そこを自分なりに描いてみたいっていうことから始まりましたね。あれその2つの時代の対比、それはね、今おっしゃったようにパリでは日本的な流派でですね、一つエキゾチズムというかジャポニズムで打った、日本に帰ってはその西洋で学んだベラスケス風のですね、戦争画というのを描いたというですね、でそれぞれの土地で、なんて言いますか、それとはその土地とは違う味をですね、彼が芸術の中で出していったというその受け止め方をしたんですが、それがゆえに、なんて言いますかね、彼の一貫性があるというのかな、そんな印象を私はちょっと受けたんですけども、その近代をね、近代の需要というのは近代どう日本が受け入れてきたかというのが、多分小栗さんのずっと一貫したテーマでありですね、今回の藤田についてもそれをある角度から描こうとされたと思うんですけども、その場合その2つの時代を並べるということとですね、その近代の需要、藤田における近代の需要というものはどういうふうにちょっと関連づけて考えたらよろしいんでしょうか。湯が油絵というのは江戸末期まで日本社会にはなかったわけですよね、西洋由来の表現ですよね。でそれまでの日本の絵画というのは掛け軸であったりですね、浮世絵であったり、あるいは工芸的なですね、洋の美というふうなものが日本の美術のこう根底にあったとすればですね、キャンバスに描いたものをこう居間に飾るというふうなですね、あるいはお城に飾るとかですね、そういうものとしての、油画というのは日本社会にはなかったわけですね。でそれを
藤田が明治の18年の生まれだったでしょうかね、まあ、割と早い時期に明治の早い時期に生まれた藤田が、芸大で勉強してからとはいえですね、油画の本場に乗り込んで、売れるまで、格闘をしたっていう、これは多分そう簡単なことじゃない、相当生地なことじゃなかっただろうなというふうには思うんですね。でただ、我々がこう藤田像というのをこう追い求めるときに、いかにもこう藤田固有のですね、こうキャラクターにこう、なんですかね、戻して、変な人夫婦って言われた本当にお調子も中にはその宣伝屋とかですね、いっぱいこう悪口も言って、いかにもそのこうキャラクター個性にこう全てをこう帰するような捉え方が多いんですけれど、まずは、明治生まれの日本の絵描きがですね、パリに行って売れるまで頑張ったことですね。で当然そのパリ時代は、いろいろな外国人が集まっていた、まあ、ピカソとかモジリアニとかですね、スーチンとか、まあ、たくさんいますよね、エコードパリと言われた人たちの中にですね、まあ、ほとんどが外国人ですよね。で、そのヨーロッパ社会の中で勝ち上がる、ある意味でですね、勝ち上がるまで、こういう言い方はちょっと正しいかどうか分かりませんけど、その本場仕込みの、近代的自我とかですね、私、つまり戦わない限り売れないわけですから、夫婦というのもそういうことでしょうし、そこで ある意味、まあ、私というもの、自我というものを叩き上げてきたんだと思うんですね。でその、藤田が日本に戻った時に、社会は当然違いますよね。フランスはフランス革命以降ですね、市民社会があり、それから国民国家というものが形成されて第二次大戦にこう入っていったフランスと、江戸から明治に入ってですね、国民国家とはいえ国民とは何かというふうなですね、こう捉え方も定かでない時に、国民ではなくて臣民という形で、天皇制のもとにこう近代国家の様相を作った、でそういう社会に戻ってきて戦争後を描いていた藤田と、ヨーロッパにいた藤田とは、およそこ背景が違う、でも背景が違う、その全く違うその2つの文化時代を藤田という一つの命が生き抜いたわけですよね。でこのことはきちんと見ようということでしょうかね。先ほどね、その藤田の人物論というのはいろいろありますよね。彼はいろいろこの自伝的なものも書いてるし、それを読むとですね、とてつもない、そのなんて言いますかね、あのヨーロッパ的と言っちゃおかしいですけど、日本人の中でも自己主張もあるし、自信もあるし、おっしゃったように、あの大変な努力もするわけですけどね、そういう藤田的な、そういうなんていうかね、電気的なね、その素材みたいなものをですね、どちらかというと落としてですね、淡々と描かれたということだと思うんですよね。それはそれとしてですね、今回その藤田を描くにあたってね、いろんな資料とかそういったものが多分あったと思うんですから、そういったものはどんなことを参考にされたんですか。随分読みました、エピソード本当だろうかと思うものを含めてですね、破天荒なものはいっぱいありますね。藤田はお酒飲まない人でしたけどね。お酒飲まない人ですけど、その騒ぎになるとですね、日本の若い絵描きを連れてですね、ベニヤに穴を開けてですね、藤田もそこに一緒にですね、おちんちんを突き出してですね、向こう側で誰のちんちんが誰のもんか当てろというふうな、そういう余興まで平気でできるような、ちょっと破天荒なところもあった人ですね。でいろんなエピソードがあって調べていくと、嫌だな、この人お友達になりたくないなというふうなことまで実にたくさんありましたね。でただどっちにしてもですね、その手のエピソードをいくらこう集めても、なんかそれなりのなんか伝記にしかならないわけですね。で、
まあ、この話をいただいて自分なりにこうできるかなというふうに思ったのは、まあ、資料は散々読みましたけれど、やっぱり絵を見てですね、藤田の絵をいろいろ見て、当然のことながら優れた絵はその作家なりのある静けさを持ってますね、絵画というものがですね、その絵描きがどんなふうにこう時間を永遠化しているのかとかですね、こう空間をキャンバスの中でどうやってこう再現したかって、やっぱりそこは絵描きの力ですね。で、藤田のその騒がしいエピソードから出発するんではなくて、うん、藤田の持ってる静けさから映画世界を作りたいっていうのがまあ最初だったですね、うんうん、ですからまあ、その流れから言えば当然のことながら、そのいわゆるこうエピソードを連ねた伝記で描かない、まあ最初に申し上げましたその20年代のフランスと40年代戦時の日本というおよそ違う時空間を平地する、もう説明せずに並べ置くことで立ち上がってくるもの、見えてくるものに預けたいって、うん、そういう映画の持つ力に委ねたい、うん、そんな作り方だったと思うんですけどね。後半戦のですね、その日本に来てからの藤田ですけどね、40年代その前にもね、さっきおっしゃったように一時日本に来てですね、この時は海軍嘱託として現地に行って戦争画を描く、そして今度は40年代に戻ってからはもう陸軍の嘱託としてですね、また戦争画を描くと。でこの時期はほとんど戦争画だと思う、日本の仕事はですね。で藤田がなぜね、まあ、そのことは後に占領協力画家として指南されるわけですけどね、この時にその戦争画を描き続けたのかと。それは単に養成されて時代がそれを作ったのかですね、もっと藤田 その画家としてのですね、一つの生き様としてね、むしろそれを自分に引き付けて、自分の作家生活の一つの糧にするような、そういうようなものもあったのかどうか、その辺はいかがなんでしょうか。まあ、戦争協力画の、まあ、43年からのですね、こう戦争協力画の、まあ、最初のピークが圧倒玉砕ですね。でそれから最後のサイパンまで、何点か 7,8 点書いてんでしょうかね、途中でガダルカナルとかいくつかこう画風はみんなよく似ていますけれど、その出発は圧倒ですね。でこの圧倒玉砕、つまり負け戦をですね、玉砕と喧伝したのが陸軍ですよね、3000人からの死者の、棺も入ってない空の白い木箱を抱えてですね、大パレードをして、隊長の山崎神社というもので作ってですね、まあ、大キャンペーンを張ったわけですね。負け戦を玉砕と呼んだのはこの時からですね。で、まあ、考えようによってはこの陸軍のキャンペーンデマゴーグに、ある意味抜け抜けと乗ったという側面もありますね。書けるなら今書こうと、今まで日本にはそのベラスケスなんかがやってきたですね、奥行きのあるこう歴史絵画というのを、書けていないと、いいチャンスだから勉強しようと周辺にも言っていたようですね。だから、やっぱり絵が描きたい、そのことと、まあ、戦争協力画としてそれが全国を巡回するわけですから、絵描きが絵を描きたいから他にこう罪がないというわけにはいかんでしょうけれど、そこは大変こう複雑な背景を持っていただろうと思いますね。ですから今こう僕らがその藤田の篤人以降の絵を見てですね、これは戦争協力画じゃないんだと、反戦なんだ、沿線なんだっていうふうなことをもっともらしく言いますけれど、これも少し怪しいことでですね、どうもそういうところ
なんていうんですかね、こう無視をするような変な、絵画優先主義というかですね、あれ絵描き、今日がつく絵描きとして、現実社会でのそれがどういう意味を持つかというようなことについてですね、あんまり繊細な対応はしなかった人じゃないかというふうに思うんですね。もちろん一兵卒として絵を描いていますとかですね、らしき発言はいっぱいありますよ。それから実際に陸軍美術協会の会長だか副会長まで上り詰めて、絵描きを統率して、戦争協力画を率先して描く、まあ、トップにはいたわけですからね。この今藤田嗣治のね、その戦争協力画展というのですね、竹橋の美術館でやってますよね、はい、私も見に行ったんですけども、そこで見るとですね、彼の初期の頃のね戦争協力画と、それからもう末期になった時のですね協力画、ガッツと以降ですね、全く色調とですね、雰囲気が違うんですね。この辺はやはり藤田の中で何か変化があったんですかね。どうでしょうかね。まあ、パリ陥落を機に日本に戻ってもう行くところないですよね。で、まあ、43年も戦局が結構厳しくなってたわけですから、で、まあ、先ほど申し上げたようなその陸軍のキャンペーンがあったりしてですね、そこでよし俺は描ける、俺の描きたいが今こう描ける状態にあるというふうに思ったんじゃないでしょうかね。描きたい場を与えられたということなんでしょうね。で、その展覧会を美術展を見たですね、この菊畑茂熊さんというですね、この藤田嗣治さんの何て言いますかね、まあ、かつても評論されている画家の方なんですが、最近、10月7日付の毎日新聞でね、その彼の感想を載せてくれてるんですけどね、その中に私ちょっとなかなか鋭い指摘だなと思って読んだものがありまして、ちょっと紹介させていただきますとですね、やはり2つのことを彼感じたってんですね。でこの戦争画っていうのはもうともかく戦後ですね、 GHQ に抑えられて、ずいぶん長い間ですね、70年代までそのアメリカに、でその保管されですね、70年代に1回帰ってくるんですが、また竹橋の美術館の倉庫にずっと置かれたままですね、多少修復作業とかその他のことはあったんですが、全面公開には至らなかった。今回初めて全面公開したというんですね。でなぜそうだったのかについてですね、彼はそのやはりそれだけの時間が必要だったんだと、この藤田の絵を全面公開するためにはですね、その時間があって初めて藤田の画のですね、まあ、ある意味じゃバランスのある正当な評価ができるんだと、単なる戦争協力画でないことがそこで初めて分かるんだという指摘とですね、もう一つその彼がですね、非常にその冷めた筆で筆致でですね絵を描いていると、まるでそのフランスでそのラフやですね猫のシリーズを描いていた時のようにですね、戦争画をプロの筆でですね冷めた筆致で描いていると、いう指摘をしてるんですね。で私はこの藤田 の, そのプロ意識といいますかね、冷めた筆致で戦争のあの局面の最後の最後の、状況も描いたということがね、なんか藤田を語る上で非常に重要なポイントだというような気がしたんですけども、小栗さんはどうですか、その点は。そうですね、まあ、そもそもこう戦争協力がですね、なぜアメリカに行ったかって言ったらば、まあマッカーサーの指示のもとに集めろっていう指示が出たわけですね。でそれで日本側の担当者がなんと藤田だったわけですね、責任者はですね。でなぜこれがアメリカに持ち去られて70年まで戻ってこなかったかというとですね、まあ、集めた当初そのこの戦争協力画というのは、プロパガンダなのか芸術なのか、芸術作品だとするとですね、アメリカ軍が持ち去る権利はないわけですね、連合国に運ばなきゃいけない。
で、その結論が出ないまま集めたんだけれど、仕方なくですね、そっくり百何十点アメリカに持ち去って、アメリカではそれをこう展覧する予定だったんですが、せずにですね、1970年まで倉庫にずっと入れてたわけですね。で、日本のあるキャメラマンがそれを所在を確かめて、政府間で返還交渉が起きてですね、現在戻ってきているのは、所有権は依然としてアメリカが持っているという体裁になっていてですね、永久貸与、貸し与えていますというふうな名目で、金美に全部入ったわけですね。で、ところが、まあ、金美は、まあ、いろいろな政治絡みがあるのかどうか、まあ、きっとあるんでしょうけれど、一挙公開はできなかったですね。一度は計画したようなんですが、土壇場でそれがキャンセルになってですね、今おっしゃったようにその多少のこう修復という必要も あったんでしょう。何点かずつ小出しにですね出てきていたんですね、今までですね。で、藤田が14点でしょうかね、持ち去った中にあるのがですね、その14点が今回初めて全部出たと、100何点が全部出てるわけじゃなくて、藤田のも14点が全部出たということですね。で、藤田、その当然、戦時の時には紀元何年、2003年とかっていうふうな、そういう署名をしているわけですね。で、藤田ですね、当然ですね。で、戦争終わって本当にすぐにですね、今こう対応されてこっちに戻ってきている、藤田は西暦で書いてありますね、横文字ですね、サインもですね。で、これをその戦争責任を逃れるためにですね、慌ててですね西洋に合わせたなどということではなくてですね、まあ、これも類推ですけれど、本気でですね、俺の絵はこれから世界に出ていくんだと、戦争があるんですよ、そういうふうに理解していたと思う、そこはね。で、その辺が、なんていうか、まあ、変な人ですよ、とにかく変な人ですね、藤田は。だから、その辺がなんていうかな、こう、ちょっと測りにくいところがあるんですね。私の映画の中で、ちょっと一つの対比としてですね、はい、高村光太郎の詩を、はい、藤田を訪ねた日本の画学生、若い画学生が好きで読んで聞かせるっていう場面があってですね、雨に打たれるカテドラルっていう詩なんですけれど、光太郎とおぼしき青年がですね、ノートルダムに行ってですね、石の肌に接吻したいので私はまたここに来ました、雨に触れ、濡れてまたここにおります、いつも来ている、私日本人ですっていうふうなですね、もう見るからに西洋文化への憧れそのままを書いた詩があるわけですね。で、それを藤田は画学生が読んでるのを聞いてですね、割とふんって顔してるんですよ。憧れてて売れるかっていうような顔を多分してる、まあ、小田切君にまあそういう話をしてますね。で、その光太郎が戦時にですね、ご存知のような、まあ、第翼三章を書いてですね、軍歌の足音が聞こえるとカンドカンドカンっていうのはもう本当に露骨な、詩を書いてますよね。で、まあ、藤田がその戦争協力を変えたことと、光太郎のその第翼三詩を一緒にはできませんけど、しかしまあ戦争に協力するという形では、ある意味同じですよね。で、ところが戦後光太郎はそのことを反省をしてですね、蟄居しちゃったわけですね。で、藤田は割と抜け抜けとですね、日本を去るときにですね、日本の絵描きはもっと勉強してくださいねみたいなことを捨てゼリフを残していってですね、悪うございましたみたいな一言も言ってませんよね。で、どっちがどうだっていうとですね、一般的に多分我々も含めてですけれど、光太郎的なんだろうと思いますよ。いかにもヒューマニスティックにですね、時々に反省をしですね、またすぐ忘れですよ、
で高村光太郎がああいう生き方をしたから本当にじゃあその優れて戦争責任をこう負ったのかといったら、まあ、どうでしょうね、そこはよく分かりませんね、それも含めて一つの自流だというふうに捉えることもできるでしょう。でその辺がやっぱり藤田と光太郎と違う、つまり光太郎が我々のこう一般日本人のこう近代に対するイメージとかですね、そういうものからすると光太郎に近くて憧れを持って、近代を授業してですね、敗戦を迎えて、まあ、今日にある。でその辺が、ちょっとこう、スケールが違うっていうのも妙な言い方ですけど、まあ、自我のあり方っていうのは違うんじゃないでしょうかね。まさにその今おっしゃったことにつながるんですけども、敗戦後直後ですね、このいわゆる戦争協力画家たちに対するその紙面上のいろんな批判がですね、いわゆる展開されて、美術家の節操 論争っていうのがねありましたですね。でそこでちょっとどういうその藤田さんが藤田氏が当時あのそれに対して反論してるかっていうのはここに出てるんですけども、まあ、戦争協力作家に対して君ら恥ずかしいと思わないのかという趣旨の論調が1946年の10月に朝日新聞で載るんですね。それに対してその中 の協力作家とされた一人として藤田もこのように反論してるんですね。この元来画家は自由愛好者で軍国主義であろうはずはないと、たまたま開戦の所長が間髪されたから国民としての義務を遂行したまでだと、戦争中国化への純粋な愛情で仕事をした画家も全ての画家も敗戦の事実に直面し、健常と良心とで敗因を正視反省して軍艦の世界観の誤りを一周、世界平和の真の美を探求すべき時であると。で非常に何て言いますかね、霊理にですね、それに反論してますっていうんですかね、まあ、自己正当化というかね、この辺のしたたかさというかしぶとさというのはものすごい印象を受けるんですけど。ですよね。なんていうか、時々の現実に対して、極めてこう順応性が強い人で、順応しない限り俺の絵は描き続けられないというですね、逆にそれは信念だったかもしれませんね。だから、まあ、素直といえば素直ですよね。戦時の日本で一兵卒して絵を描く当たり前のことだ、敗戦を迎えて、好きで戦争するバカがどこにいる、これも多分正直な発言かもしれませんね。そうするとですね、その高村光太郎的なね、若干センチメンタリックなですね、そのなんて言いますかね、日本的なその芸術活動の生き様とね、それから非常に、まあ、ある意味じゃその仕事のためにはあらゆるものを使う、こう強化すると、まあ、戦争中のそういうチャンスには自分の画風をさらに広げるために戦争画も描くという、そういう藤田的な生き様というのは、やはりどちらかというと日本の多くは高村光太郎的生き様であって、藤田は特殊というかですね、日本人離れしたというよくね、言い方しますけども、そういうタイプの人であったとするとですね、その藤田を通じてね、その何て言いますかね、藤田のその近代化とともにその変わっていくありさま、近代化の受容者としての藤田を描くことがですね、その日本の戦後、日本のその何て言いますかね、人としての歴史を振り返るのにふさわしいのかどうか、藤田という特異な人物を通じて見ることがどうなんだろうという、ちょっと私今変な疑問を感じたんですけどね、その辺は どうなんですかね。映画を作るときに、嫌な人間を相手に映画を作り、はしませんね。嫌だなと思う人物を主人公にして私は映画を作るというふうには思いませんから、
なんていうか、うん、まあ、言葉で言えば、うん、私の中の藤田は何かというふうですね、うん、やっぱり問うことしかないと思うんですね、うん、で、まあ、ちょっとこう問題を広げすぎますけれど、うん、まあ、映画が19世紀後半、まあ、フランスから誕生してですね、まあ、ヨーロッパ社会が生んだ、ある意味こう近代の花として、うん、映画というものはもたらされたわけですね。で、そのことを何にも疑わず、まあ、明治の割と早い時期に日本にも入ってきてますけれど、その当時ヨーロッパ近代についてのこう限界とかですね、そんなことは誰一人言わずにですね、選択の余地なく、受け入れる未来というふうにヨーロッパ近代というのは我々の前にあったんだろうと思うんですね。で、映画も紛れもなくそうですね、近代というもののこう性格を極めて色濃く持った表現メディアだと思うんですね。まずはその産業革命以降の物質ですね、物質性ですね、映画というメディアが持っているですね、機械がありフィルム、まあ、今デジタルですけれど、それからそのヨーロッパ近代をこう生んでいくことになったその近代的自我とかですね、そういった、問題、それからそれをこう可能にした、まあ、ヨーロッパの言語主義とかですね、人間中心主義とかですね、挙げたらたくさん当たると思うんですけど、近代になってこうくっきりと出てきたヨーロッパ文化の特性みたいなものを、まあ、世界に振りまいたわけですね。で、そういうものとして映画というものも世界にあっという間に広まったわけですね。僕は、まあ、映画にこう惹かれ始めた頃、高校生の頃まだそうでしたけれど、20世紀は映像の世紀である、本当にこう映画を、映画という映画表現というものを、映像というものをこう手にした人類の未来は輝かしいと僕はそう信じたわけですね。21世紀になってですよ、その映像表現が、まあ、映画からテレビとかですね、さまざまなものにこうメディアは変わっていきましたけれど、映像がもたらしたこう輝かしい20世紀の姿が、21世紀我々が今より深くそのことを受け止めているかって言ったらば、全くそうは思えませんね。もたらしたものでどう我々は堕落をしたかですね、というふうな反省のがむしろ僕は今強くありますね。で、そうやって考えるとやっぱり映画を考えるということはやっぱり近代をこう我々がどうやって受容したのかということとイコールなんだろうと思うんですね。で、映画が誕生した時、映画は民族言語じゃなくてですね、まあ、サイレントで始まったということもありますから、民族言語じゃなくて世界言語なんだと、国境を越えるもんだと、これも近代の特性ですよね。で、じゃあどこから越えたのかっていうのはやっぱりヨーロッパ社会を中心にして越えてきただけであってですね、相互の行き来ではなかったわけですよ。で、そのことを我々はやっと気づくようになった、まあ、少なくとも僕はそういう視点に立ちたいというふうに思うんですね。で、まあ、映画をこう撮る上でそのヨーロッパ的な表現、言葉を中心にして、人物像にあらゆるものをこう固くしてですね、一人の人物のエピソードを知って言葉で語るって、そういうこう映像表現についてやっぱりだんだんと違和感が出てきてですね、まあ、先ほどおっしゃってくださった僕の仕事で言えば、まあ、眠る男以降ですね、個人のエピソードだけに戻さずにもう少し映画というものの表現をこう捉え直す方法はないのかというふうなことが、まあ、うまくいったかどうか分かりませんけど、今度の藤田にもこうつながってる仕事だというふうに自分では思ってますけどね。藤田ってちょっと僕今急に思ったんですけど、なんで FOU なんですかね。藤田、フランス語の表記だとそうなるなっちゃうんですか、ね、ですね、OU で、うなんですね、のようです。なるほど、はい、で彼もそれを良しとしてそうですね、名前を打ってきた。
そうですね、そうですね、ローマ字の藤田じゃないですね、うん、ですね、僕らの前にある藤田はですね、うん、そうですね、それと彼のおかっぱがね、おかっぱとして前半戦が描きですね、後半戦はこのいがぐり坊主にしたわけなんですけども、あのカッパ論というのは、あれは、まあ、彼が一つ個性を出すためにですね、自分で作り上げたスタイルなんでしょうけども、あれが一つなんか藤田像のなんていうんですかね、それこそ日本もヨーロッパも超えたね、存在感としてすごく僕はうまくプロデュースされてるんじゃないかと思ったんですけども、その辺は小栗さんはいかがですか。そうですかね、うんうん、日本もヨーロッパを超えたというふうにもし捉えられすれば、うんうん、藤田の作戦は大成功ですよね。大成功だったんでしょう、ね、うん、うん、映画の中でも、うん、ここは外国ですよと、うん、絵が上手くったって注目されなきゃ売れるはずがないじゃないですかと、うん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 、だから俺は夫婦お調子者と言われていいんだと、うん、いうセリフがありますけど ね、それはすごく戦略的ですよ。戦略的ですよね、だと思いますよ。だから偉いプロですよね、彼はね。単に好きで描くだけじゃなくて、やはり自分の絵をちゃんと売って多くの人に見てもらう。でそのためにはものすごいやはり努力をしてますよね。一日何時間何枚描いたとかいうような形でね、うん、そうですね、うん、まあ絵のことは本当はよく分かってないんですが、うん、やっぱり飛び抜けた才能でしょう。で、その上にきちんとした計算もありですね、うん、計算しない限りですね、うん、ラフ像があんな風に売れるはずがないんですよね、うん、そうでしょうね、そのヨーロッパ絵画の、うん、なんていうのかな、こう真似をしてですね、うんうん、描いたところで知れてるわけですね、うん、それは、うん、フランスの勉強行って戻ってきて、日本のこう美術界のこうヒエラルキーの中でですね、それなりのこう地位をこう高めていった、うん、洋画家っていっぱいいますよ。だけどそういう人と全然違うよね、藤田はね。そうですね。でそれだけの力もあったでしょう、うん、あったし、それから、日本をただそのまんま外に出して理解されるはずがない、うんうん、いや本当にそうだと思うんですね、うん、ヨーロッパ的に理解されるための枠組みとかですね、うん、ヒントを表現が持たないと、うん、無理なんですよ、うん、で映画で言えばですね、うん、小津さんは、うん、黒沢さんとかですね、はい、溝口さんよりはるかに評価遅いですね。20年近く遅いですよ、ヨーロッパ社会の中でね。実際分かりましたね、はい、でそれは黒沢さんはシェイクスピア的な骨格を、うん、映画の中に持ち込んでいる。だからそこがやっぱりヨーロッパに理解されるための仕組みですよね、うんうんうん、で、まあ、溝口さんは時代劇ですよね、明らかにそのコスチュームプレーとしてもですね、異質なものですね、エキゾチックな表現として。でも小津さんはエキゾチックなものなんて何も持ってないですよね。でもこれが理解されるのにやっぱりどうでしょうね、20年ぐらい遅れたんじゃないでしょうかね。で今やまあ神様のように評価が高いですよね、うん、でそれはでも今でもやっぱり日本の文化が海外に出ていくときにですね、うんうん、やっぱりいつもぶつかるところなんだと思いますね、うんうんうん、あれ小栗さんはどちらかというと小津派なんですか、黒沢派というよりも。まあ、黒沢派ではないですね小津さんでしょう。だからその小津さんがね描かれた非常にその近代の需要の成功者であるですね、ヨーロッパ的にはよくわかるその藤田をですね、小栗さんが描かれたものをね、まあ日本の人たちはそういう視点で見ますけども、向こうでも当然やられるわけですよね、興行は、うん、まだ藤田は公開されてないんですけどね、これからもしかしたら僕の作品の中で一番苦戦するんじゃないかなと思ってるんですよね、ああ藤田は。これまでの作品の中で、それは日本の興行じゃなくてですか、まあ、まだ全然、うんうん、フランスも含めて、うん、公開スケジュールってのははっきりしてないんですけど、つづめて言えばですね、うんうん、僕のこう気持ちの中では、うんうん、藤田を通して、日本の近代の需要とは何かとかですね、うんうん、あるいは、超えがたいこう文化の衝突を、うん、ああいう特別な個性で大股にまたいだ藤田ですね、うん、で、それ、うん、そのことによって藤田自身は、う
なんていうんですかね、こうどういうこう悲しみをうちに秘めたかっていうふうなことが本当は僕の一番描きたいところですよ。でもこれは伝わんないんじゃないかな、およそ興味ないんじゃないかなっていうのもね、日本人が近代をこう受容したときにですね、何がねじ曲がってですね、心の中にどういう歪みが起きたかと、そういうことを類推する力があるかな、分かりません、乱暴に申し上げてますけどね。まあ、日本人にはそういうのを見たい気持ちありますよね、向こうの人たち。いやだからね、それは日本の表現ですからね、日本人の表現ですから、どうでしょうかね、近代化よく分かりませんけどね、それにあたり何を失ってきたのかね、何がねじ曲げられてきたのかってことは我々は知りたいですね、自分自身を知るために知りたいですね、それを今回を、でもヨーロッパ人はそんなことを知ったことじゃないんじゃないかな、あでしょうね、多分そうはね、いまだにそうだと思う、日本人がそれを見て分かってくれればいいというご趣旨ですよね。そうですね、いや、まあ、心ある人はね、ヨーロッパ社会でも、自分がどこにこう行き詰まってるかを分かってる人たちは受け止めてくれる力があるだろうと思いますけど、一般的じゃないんじゃないでしょうかね。なるほどね。いや、あのいろいろあの汚く私は誘導が下手で、あのこの小栗さんという高い山脈からどれだけの水を引き出したかよく分かりませんですが、あのここでどうでしょうか、あの皆さんの方からあの質問していただいてですね、あの話をもうちょっと深めていければと思うんですけども、何でもどういう観点からでも多分小栗さん受けていただけると思うんでですね、質問がある方はですね、あの手を挙げて質問していただけるでしょうかね。どうでしょうか。はい、どうぞ。はい、そこで、はい。あの共同通信立花と申しますけど、あの今のあのお話の流れなんですが、あの小栗監督はあのやっぱりあの泥の川から佳代子のために、それからあの眠る男、ずっとあの村木、あの一つ追求してきたものは日本とは何かとか日本人とは何かということもやっぱりどこかで、まあ、ご自身の含めてあの追求してきたテーマだと思うんです。で、まあ、その中に藤田もあると思うんですが、藤田は、最終的に、日本を捨てますね。あの、まあ、日本、藤田という人はもともとずっと日本に拒絶されてきていて、戦争中のある時期だけ、まあ、受け入れられるけれど最終的に日本を捨てると。でその藤田から言えば、藤田が捨てた日本、逆な言い方をすればその日本は藤田を拒絶した、その日本というものの、まあ、正体というんですか、それはあの映画とは直接関係なくてもいいと思うんですが、小栗監督自身はその藤田が捨てた日本、藤田を拒絶した日本というのは何だというふうに思われますか。大きな質問なんでなかなか答えにくいですが、前提としてですね、藤田は日本を捨てたのか、捨てられたのか、この設問が違うんじゃないかって気がするんですね。どんな生き方をしても捨てられませんよ、日本に生まれた藤田が、捨てられもしなかったと思いますね。49年そのタラップで手を振ってですね、アメリカに立って土門拳が撮った写真がありますけど、エピソードでは、土門拳にですね、藤田が騒がしくならないうちに今のうちに記念写真撮っとこうよっつってですね、土門と言ってですね、手を挙げて、はいって記念写真を撮ったというのは残ってるというふうにも、書いてあるんですね。で なかなかそこはしたたかですよ。で、森鴎外と同じその陸軍軍医総監ですか、父親がやがてそうなる、家に生まれてですね、早くにまあお母さんが亡くなって、
少年期に熊本に行ってですね、まあ、牛も、時の牛に生まれて、まあ、都市的な育ち方ですよね。明治の中でもとてもこう裕福な育ち方をして、中学生からもうフランス語を勉強したりっていうふうな人でしたから、でその人が憧れて憧れて、芸大で勉強し27歳でパリに行って売れるまで帰らないって言って、売れるまで頑張ってですね、でその間その後43年まで日本に絵を売りに来たりとかっていうことも含めて3回ほど行き来はしていますけれど、43年に日本に戻って戦争協力が厚党以降をですねこう書いていた時に、藤田は日本にいたのか、日本と本当に出会っていたかっていうとですね、僕はその時も藤田は旅行してたっていう感じがするんですね、日本を。まあ、彼はずっと旅行をしてました、南米も含めてそうですし、戦後の50年以降亡くなるまで、フランスには住んでましたけど、やっぱり旅行者だったし、出らしね、だったんではないかというふうに思いますね。だから映画の中で、これは映画をぜひ見ていただきたいんですけれど、後半本当に映画の最後にですね、藤田が狐に騙されるというふうなですね、まあ、それに近いエピソードがあって映画が終わるんですけれど、極めてはっきりとした近代主義者である藤田がですね、狐に騙されることは多分ないでしょう、ないけれど映画の中では騙されてくださいというのが、まあ、僕の願いでしたね。でそれは、旅行者ではなくてより深く日本と向き合ってくださいというのが僕の希望だったでしょうかね。ですからその捨ててはいない、捨てられないですよ、そんな捨てられないでしょ。だからパリに、まあ、日本国籍は捨てましたよ、日本国籍は捨ててカソリックになって、ランスにこう小さな可愛らしい教会をこう作って亡くなってますけれど、日本への志望っていうのは依然として強く持ってたんじゃないでしょうかね。人間ってそういうもんだと思いますね。はい、ありがとうございました。いかがですか。はい、どうぞ。個人会員の川北です。小栗さんが映画界に入られた頃はですね、多分まだギリギリいわゆる撮影所システムというのがですね機能していた頃だったと思いますが、まあ、実際にデビューされた81年ですかね、もう撮影所システムはもうすでにほぼ崩壊していたと思います。それからまたさらに今30数年経ってですね、ますますその映画は作りにくい状況になっているんじゃないかと思いますが、いやそれは人によって違うかもしれません。で小栗さん、その30数年の間に今6本しか撮ってないわけですね、極めて佳作ということですが、で一方でね、年間数本も撮るような監督も、まあ、日本にはいますよね、まあ、極めて少ないですが、で仮に小栗さんにですねそのオファーがあった場合、年間数本も撮るようなですね気は終わりでしょうか否か。そもそもそんな才能を持っていません、年間5本も6本も撮れるような器用さも持ち合わせていません、35年で確かに6本というのは少ないんですが、でもね、僕はよく6本も撮れたというふうに思ってますよ。以前にまして本当に厳しいですよ、今の映画制作はね。まあ、よくそのマスコミ的にはね、日本映画はこう力を盛り返したとかですね、いうふうなことがこう書かれていますけど、僕は全くそう思っていませんよ。撮影所が映画制作のリスクを放棄してですよ、
そのリスクは外で若い人たちが勝手に担いなさいと、うん、で出来上がったものを見せなさいと、うん、商売になりそうだったら かけてあげますよという、うん、この姿勢は依然として変わってないし、さらに強くなってますよ。うん、興行のシステムがシネコを中心になればですね、うん、映画を育てるなんて意識はゼロですからね、うん、それは商品で売れるかどうかだけです。売れる商品をこう花かごにですねどう盛るかっていう、これだけですから、配給っていうのは。でそういう中で、まあ、これも非常に言葉 きつく言えばですね、その獅子類々たるですね、うん、1本取って2本取って死んでいく映画監督いっぱいいるんですよ。でそれは産業側にとったらしたことじゃないんだ、そんなことはね。1人でも2人でも売れる作品が出てくれば、売れる作家が出てくれば、自分たちのためになるわけですからね。だからまあ、もちろんこうエンターテインメントとして1年2本、まあ、5本6本撮ってる人はいないでしょう、まあ、2本ぐらい2本3本撮ってる人はいるでしょうね。でそれはそれなりのやっぱり才能があるからできるんですね。でも僕にはそういう才能ないですね、ないと思うんですね。で、まあ、なくてもいいというふうに思ってるんです。そうですね、うん、ただまあ、見る人たちがですね、うん、なんていうのかな、こう限られてきて、限られたその傾向の映画しか見なくなっていますから、これはいつも思うんですけどね、先ほどこう私を紹介してくださった時に、ハイタドアヤモンドから映画に目覚めたんですねって、本当にそうですよね。でもそういう映画が見られる時代だった、私高校生の時でしたけどね。で、映画界に入ったのはもう映画は社用化してますよ。新卒の社員の採用っていうのはありませんでしたから、そういうことで言えば、撮影所世代ではないんですね。ただフリーの助監督として、当時はまだ撮影所が映画作ってましたから、今作ってませんからね、東宝なんて作ってないわけですから、不動産屋みたいなもんですよ、露骨に言うといけませんけどね。で、ただ当時はその演出部だけで言いますとね、2班ぐらい助監督さんが 1.5 班、うん、2班ぐらいしか組める人数しかいなかったんですね。で、例えば東宝なら東宝が3本いっぺんに入る、4本いっぺんに入るっていうことになると、フリーの助監督を、まあ、臨時契約をして、雇うわけですね。だから、まあ、僕らはそういう形で撮影所に入ってですね、撮影所のこう伝統的な技術っていうんでしょうかね、美術とかですね、照明とか、まあ、当時はフィルムですから、結構大掛かりな、例えば夜間撮影っていうふうなことになるとですね、トラック何台のライトを持ってって、照明部だけでもこう十何人が働いて一つのこう夜間シーンを作るって、そういうシーンをこう、そういう作業をこう経験したものとしてないものはやっぱり全然違うと思うんですね。で僕はそういうことで言えば、かろうじて映画が撮影所で作られているときにフリーであったけど間に合った世代ですね。で、まあ、それ以降は、映画制作のこう、まあ、予算もどんどん限られてきましたから、大掛かりのセットなんてもう全然組めませんし、撮影のこう、まあ、美術ですね、美術にお金を使うなんてことは全然こうもう考えることもできなくなってですね、物語を面白く、外で分かりやすく作る、でそういうものに若い人たちが集まってですね、あるいはもう最初から絶対に失敗しないですね、新聞社が噛んで、テレビ局が噛んで、代理店が噛んでですね、もう映画の仕組みができた時から間違いなくリクープするっていう映画しか大きな予算は使えないんですよ。あとはみんな若い人たちがお金のない映画を作ってるだけで、それを、日本映画はこう華々しくもっとこう元気になりましたって、嘘800ですよ。それは本数は増えてるけれど、中身は依然として貧しくなる一方ですよ。
でそれをアメリカ映画との、ね、こう比較で言って、アメリカ映画、ハリウッド映画が相対的にやっぱりこう力を落としている分だけ、興行収入からいけばですね、日本映画がパーセンテージ上がったとかって言うけれど、この比較がおかしいんであってね、いつまでそんなことをその、占領国のように言うんですかと思いますね。だからこれはまあ僕だけじゃないし、ある意味じゃ日本だけじゃないですよね。本当に作りにくくなってますね、映画は。で、東西冷戦が崩壊して以降ですね、こう世界的な傾向で、やっぱり東側諸国には反ハリウッドの気概を持ってたわけですね。で、これが崩壊してですね、全てがハリウッド化されたわけです、世界中。まあ、日本はもう早くからそうですけどね。ですから、なんていうか、なかなか厳しいですね、映画は。厳しいです。なるほど。なかなか今の映画における状況について素晴らしい論調といいますか、激しく今語られましたけども、いや、もっと書いてほしいよ、書いてほしい、個別の作品なんかどうでもいいから、まあ、文化として日本社会の中で映画はどうあるのかと、今回のことで言いますとね、フランスとの合作ですよ、はい、で合作協定というのは日仏で結ばれていないので、フランスでのこの藤田の扱いは外国映画なんですね。実態は合作ですよ、間違いなくね、で外国映画の扱いをされるとどういうことが起きるかというとですね、フランスは本当にきめ細かくですね、映画の助成金が行き届いてるんですね。で一説によるといろいろ積み重ねると全制作の約8割に当たるっていうんですよ。でこれがゼロになるんですね、この藤田については。外国映画ですから、租税優遇制度みたいのが唯一、使えてですね、まあ、消費税だけは返しますよっていう、この程度ですね。で、これがなぜ結ばれていないのかと、日仏で結ばれていないのかというと、ユネスコの多文化条約を日本政府が批准しないからだと、まあ、今の TPP の流れと一緒ですよ。で、まあ、著作権の保護機関も含めてですね、やっぱり日本の政府としての考え方ですね、日本政府としての考え方が、アメリカ追従型でしょうと。でそことは合作協定は結べませんって極めてはっきりと大統領府が答えた、フランスのプロデューサーが尋ねた時になぜできないのかって、まあ、例えばこういうことですね。でも一方で文化省が合作映画支援金というのを出してですね、今回5000万もらってるんでね、悪口だけは言えないんですよ。でもね、やっぱりもう少しその映画というものをその映画産業の流れではないところでね、捉える、あるいはこうリードしていく、なんかそういう紙面がぜひ欲しいですね。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうぞ。個人会員の長沼と言います。まさしく今監督おっしゃられたように、国際映画祭がありましても、まず挨拶に来るのが、通商産業大臣であって、その人がまあやっぱり映画産業としての映画論を述べるわけですね。そうじゃなくてやっぱり、まあ、どちらかといえば文科省のまただろうなというふうに私たちは思います。今後もそういうのをジャーナリストが書いていくべきだと思っています。さて質問ですが、最初におっしゃったアンジャーワイテのハイドダイヤモンドですね、ダイヤモンドと監督の例えば泥の川とのこの何ていうんですか、影響を受けたような場面があったとすればどういうところか、教えてほしいんですが、以上です。はい、
ハエットダイヤモンドと泥の川の直接の関係は多分ないだろうと思うんですねないだろうと思うんですが、ただその映画の持っているこう戦後性というふうなことについてのこう視点というんですかね、でそれは一緒だと思うんですね。で、高校生の時にハエットダイヤモンドを見てですね、まあ難しい映画ですから、ワルシャワ放棄した後のですね、言ってみれば反革命テロリストが主人公ですからね、歴史的な背景はとても複雑で、ただ、素晴らしい青春映画としても見ることができたし、それからそれまで、僕はあまりこう映画というのを見ないで育ってきたものですから、映画というのはこんなにいろんなことをこう表すことができるんだっていう、まあ、最初の驚きでしたね。で後になって考えたことですけれど、そのやっぱりポーランド派と言われた戦後ヨーロッパで生まれた一連のアンジェワイダなんかを中心とした映画がその後に果たした役割っていうのはものすごく大きいというふうに思うんですね。ヌーベルバーグがもたらした現代映画への貢献などというものとは比喩にもならない、つまり戦後、第二次大戦を体験したヨーロッパ社会が一体自分たちは何をしたのかと、どんな時代を生きてきたのかということを、これはイタリアンネオレアリズムもそうだと思いますけれど、ポーランド派っていうのはやっぱり極めてそこを正確に写し取ったんだと思うんですね。でそれがその後の、第三世界、ブラックアフリカなんかを含めてですね、そういうところに受け継がれていったというふうに僕は思ってるんですね。で僕自身もまあ、日本の撮影所のある伝統から出発はしましたけれど、意識の中では、ポーランド派がもたらしたこう第三世界へこうつながっていく道を戦後世代として、描きたいという思いはありました。ただ技術的にワイダさんのあの作品とどうかって言ったら、それはとてもじゃありません、太刀打ちできる映画ではありませんので。ありがとうございました。他にどうぞ。青森県の東日報社の高木と申します。監督の作品いろいろ見させていただいてるんですが、眠る男とかですね、漏れに特に印象深いのはやはり今今日は藤田のお話だったんですが、70年前のお話と、まあ、今2015年の日本でですね、まあ、地方創生とかいろいろ言われてるんですけども、やはりこの地方に住む人たちの視点というのをですね、また今後またぜひ7作目の映画も踊りになると思うんですけども、そういう現在の日本における地方の姿っていうのを監督どのようにご覧になっているかというのをちょっとお聞かせ願えればと思うんですが。TPP が文字通りですね、成立したら、まあ、惨憺たる地方になるんじゃないでしょうかね。強い経済だけが残るというふうな、それは根本的に間違ってますから、強い経済が地域を壊すっていう、これも紛れもないことだろうと思うんですね。でなんとかそういうところにこう歯向かっていかなきゃいけないっていうふうに思うんですけど、映画を見て、まあ、その具体的なその作品の中身がですね、その地方がこう力強くなるっていうような、こう そういうテーマを持った映画が月に撮れるかどうかって分かりませんけど、ただ以前と比べてですね、思うことですけれど、映画の表現っていうのは僕は極めてローカルだっていうふうに思うんです。今まで最初 その近代とは何かっていうことに戻るんですけれど、やっぱり普遍性、普遍的なものというふうにですね、映画っていうのは捉えていたけれど、例えば人が生きて死んでいくっていうのはローカル、紛れもなくローカルですよね。で物もみんなローカルにあるんですよね。普遍的に物があるなんてことではない。もちろんその工業製品がですね、例えば車がこう世界で売れるとかですね、まあ、そういう物質の側面はあるにしてもですね、なんていうんですかね、僕らがこう飲み食いし、まあ、命とこう接触をしていく具体的な局面というのは全てローカル
ローカルだと思いますね。で、映画のこう描写というのも本当はローカルなんですよ。撮ってる時に普遍的だなんて絶対思って撮っていません。役者一人一人違うんだし、風景全部違うんだし、ロケに出れば木が一本一本全部違うんだし、これ全てローカルですよ。で、そのローカルなものから汲み取る力っていうのは我々はやっぱり弱くなってるんだと思うんですね。やっぱ近代の落とし穴じゃないでしょうかね。だからそういうところになるべくこうなんていうか感度を持った映画を撮っていきたいというふうには思います、うんうん。いやあんな恐ろしいこと二度とないんじゃないですかね。恐ろしいんですか。いやーだって県議会の承認で4億も使うなんていうことは認められんでしょう。ただまあ、眠る男以降ですね、その大きなお金じゃなくても行政がこう地元の映画について支援しましょうというふうな流れはいくらかずつこう出てきていますよね。それともう一つ、まあ、あちこちにこうフィルムコミッションというのがこうできてますから、それをただ映画の誘致とかですね、観光誘致とかっていうようなことにこう狭めないでですね、やっぱり地域をこう見つめる一つの目としてフィルムコミッションがもう少しこう活躍をする。でそういうことから、なんていうんですかね、こう全国一斉、拡大大ロードショーじゃない映画の生き残る道もあるというふうな、道もですね、だんだんと出てくるかもしれませんね。ただ今その地方で行えるとどうしてもね、予算がないということもありますけど、みんな俺が国の自慢になって狭いんですよね、地方を捉えようというときにですね、これはいかんなというふうに思ってはいますけど。なるほど。他にいかがですか。はい、県の市川と申します。先ほどですね、まあ、まず明治時代に日本の画家があそこまでこう海外で評価されたということが、まあ、評価されるまで頑張ったということが非常に重要だという話をされてたんですが、まあ、今こう国際世界の中で日本人ってやはりちょっと真面目で、あまりこう藤田的な人っていないと思うんですね。自己表現も苦手だし、あまりこうああいう、 こう計算高くこう自分を売り込んでいくようなところがすごく弱いと思うんですけれども、そういう意味ではまあ、人間的に嫌いかどうかは別として、今私たちこの国際社会の中で彼に学ぶところがあるのかどうかというところと、まあ、それと関連して、まあ、魅力的じゃない人は取り上げないというふうにさっきおっしゃっていましたけれども、その監督にとってどこのやっぱり藤田のどの部分が一番魅力的だったのか、その計算づくのところも含めて個性が魅力的だったのか、まあ、そういったところをちょっとお聞かせいただければと思うんですが。泥の川でスタートした時から、制作費の計算はしなきゃいけない立場にずっといたんですね。で今回も制作を担ってますから、そのお金の計算はするんですが、藤田的な計算高さっていうのはどうも器用に持ち合わせていないように思うんですね、うん。でその海外出ていくときに今でもまだそれは必要なんだって言えばですね、うん、必要なんでしょうけれど、もう少し今は別な道があるんじゃないかと。あの時代は藤田はああいうふうに先頭を切らなければいけなかったけれど、その二番煎じを今2015年若い人がですねやる必要は全然ないというふうに思います。そこはですね、でまあ藤田のその計算高いところをこうに惹かれたわけではなくてですね、あまりしっかりと説明してお話できていませんでしたけれど、まあ、あれだけの絵をこう描きですね、あれだけ大きな文化の矛盾をひるまずに生きた藤田はですね、
その内面たるは、たるやですね、それは本当に、いろいろだったと思いますよ。でそれは僕からするとそういうそのなんか一つのことを成し遂げる、批判を受けようが何しようがですね、俺は絵を描き続けるって言って描いた、そういうこう藤田のこうなんかうまく言えませんけど、そういうふうにこう、ひるまずに表現に携わった人間のあるこう悲しみですね、喜びとか成功とかですね、手に入れたもんじゃなくてですね、彼はどういう悲しみを持ってたのかって、そっちに連帯する方がよっぽどこう生きる力が得られるっていうふうに、僕自身は思っています。ですから、藤田の夫婦に一緒になって映画を作りたいとは思いません。はい、どうぞ。読売曜日の西島です。大井さんが最初の方でおっしゃった自我というのはこの映画のやはり鍵だと思います。まあ、彼は牛込の医者の4人兄弟の末っ子に生まれて、父親は森林太郎から軍医官を引き継ぎ、経理はそうそうたるもんです。だから大事に大事に育てられた結果が彼の強い自我を生み出したと思います。であればこそ美校に入っても当時の黒田清輝に反発してパリへ行くというところに彼の自我がレフェンと見えると思います。一方で彼がパリ時代に一緒に過ごした、薩摩次郎八という男、まあ、晩年の薩摩さんにかなり接触しましたけれども、彼宛てに藤田が書いた手紙を読みました。その中で彼が一番強調していたのは薩摩さんのそのパリでの活躍ぶりに、日本人として私は非常に肩身が広いと言ってます。それはまさしく彼は日本を捨ててはいないんだなと。だから日本を捨てたとか捨てられたという論議はあまり意味がないと思います。まあ、そういうことは置いといて、彼は今度の映画は泥の川からずっと見ていまして、どちらかというとファンタジーの部分があると思います。ところが今度は初めてポピュラーな非常に生々しい題材になりました。そこら辺の意識が終わりだったかどうか、それからもう一つはあえて言いますけれども、この10年のブランクに小栗さんはどういう意味を見出していたか、その2点を書いたいと思います。ありがとうございます。なかなか厳しい、いい質問です。はい、ありがとうございます。西島さんは泥の川がですね、公開にならずにですね、うろうろしていて、自主上映のための試写をやった時に見に来てくださってですね、その後、当時四ツ谷にあった木村プロダクションというところにですね、私が戻るのをずっと待っていてくださって、読売に大きな記事を書いてくださったんですね。そういう方が35年前におられました。ありがとうございます。もうファンタジーかどうかって言えば、ファンタジーかなというふうにも思います。そこは、後半キツネが出てくるんですが、まあ、実際にこのキツネを絵に出すかどうかで、まあ、私は出したんですね。で当然 CG で描いてるものですから、そのリアルなキツネなのか少しこうファンタジックなキツネなのかで、僕は後者を選んでですね、
なんて言うんでしょうか、その、まあ、藤田そこだけじゃありませんけれど、うまく言えませんが、例えば絵画がですね、これは現実なのか、まあ、現実とファンタジーとかっていうふうな言い方でもし分けるとすればですね、絵画を現実という人は誰もいないですね。で、2つで2社で家と言ったらファンタジーですよ、絵画もですね。で、映画は絵画に比べてはるかにリアリティの強いもんですね。でも僕はやっぱりファンタジーだと思いますね。ファンタジー、つまり現実とよく似ているけれど現実とは異なるポエムというか姿勢を持たない限り、深いものにはならないというふうには思っています。で、特にまあ今回は、まあ、藤田が題材ですから、絵が持つ力、絵画が持っている力と、画像が持つ力で負けてはならない、せめてですね、そのぐらいしっかりした絵は撮ろうよということは心がけていました。10年間で、まあ、やろうとしたことがなかなか形にならなかったり、途中で割り込んでどうですかって誘われたことをお付き合いしたら、とんでもない方向に行って、時間を無駄にしたりとかですね、そういうバカなことはありましたけれど、なんか難しいんですよ、成立させるのがですね。ただここから10年次がかかっちゃうともう80になっちゃうんで、足腰が動くうちに早く次を取りたいというふうに思ってます。ありがとうございました。ちょうど時間と なりました、藤田さんじゃないごめんなさい、小栗さんに今日のちょっとお話書に書いて一言書いていただけますか、この場で、このマジックでよろしいですか、今日の一言。はい、どこになるんですか、ここにですか。ちなみに小栗さんにはですね、95年、ちょうど20年前ですよね、来ていただいたんですね、眠る男の時ですね。で、その時書いていただいたのは、人間って大きいんかい小さいんかい、眠る男となっております。今回は何を書いていただけるか、タイトル、藤田、武蔵の中の藤田、不審者と、ね、いうことでございます。前回と今回の差をちょっと一言だけ、メッセージの差を。もっと難しくなってきたなと。以上です。はい。よくわかりました。では今日の小栗さんとの対談。小栗さん、ありがとうございました。いつものようにささやかなものですが。記念品をお送りします。どうもありがとうございます。